こんにちは、JBS 武蔵野支部です。今回はですね、石毛博道さんをお招きして動画を撮っていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、日本シリーズ等々終わってですね、オフシーズンに入ります。はい、はい、で、ここからまあ野球って3ヶ月ぐらいですね、冬連とかに入ってくると思うんですけども、はい、競技から離れる時期もあると思うんですね。で、その時に自分を見つめ直したりとか、はい、自分の課題をこう整理整頓したりとかっていう時期ではあると思うんですけど、はいはい、この時期にやっぱりこうどうしてもやっておいた方がいいことっていうのをお尋ねしたいなと思いますね。はいはい、で、そこをちょっと一つご紹介していただいて、はい、あと私からも冬の間にやってほしいことということで、ちょっと動画を撮らせていただきます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。シーズンオフにやっておきたいドリルですかね。プロ野球の選手も子供たちも若者も必ず規律が甘くなりたい。で、シーズンオフは特にこう走り込みだとか筋トレだとか、そんな、まあ、体のメンテナンスを、まあ、するとか必要な時期ではあります。ですが、まあ、若者たちはいつも年がら年中こう野球マンになりたいという感覚を持ってほしいですね。で、必ずプロ野球選手の基本というものを大事にします。特にバッターは相手ピッチャーに崩されますので、崩された時にじゃあどうやって自分の形を維持できるか、もう一度そこに振り返られるか、そういった復習する、いわゆる自分のバッティングフォームをチェックする、それがまあ野球選手の務めかなという気がします。で、今回は通常使うバットです。今回は長いバットを利用しました。短ければ短いほど操作が簡単で、いろいろごまかしが効きます。長ければ長いほど速く振れないし、バットの芯で打つためにはごまかしが効かないわけですね。今回はこういった長いバットを持って、これを速く振るんではなしに、ゆっくりとフォーム固め、フォーム作りをする意味でこの長いバットを使って振るっていう練習です。で、もう一つこういうスタンドキーを用意しました。で、ちょっと高めにセッティングしてあります。低めじゃなしに高めにセッティングして、このボールをステップした左足の前でヒッティングポイントで確実に打てるというドリル、それをやってみますね。長いですよね。ここにセットしてステップした左足の前がヒッティングポイントで、この長いバットを使うというドリルをですね、レベルに振る、長いバットをレベルに振るという、そうすると自分の膝越し方が全て平行に回ってきます。バランスのいい形になるんですね。バックスイング、インパクト、フォロースローという、このレベルに回る、あるいはバランスよく回れば故障なく確率が高まって故障がないということです。やってみます。そしてイメージです。これが長いバットを上から下ろしてしまえばどうになっています。もう一つ、グリップをしっかり握らないとこう垂れてきて、こういう力になります。長いバットを必ずトップで横にして、この針を作って、この芯がそこに入っていくと、こうしていけば正しいバッティングフォームはトップで出る。立ってもいいですから、ステップして出る。で、バッティングのいわゆるヒッティングゾーンとして寝てくれば、ここでファールで逃げれる、ここでライト、ここでセンター、ここでレフトという、そういうこのヒッティングゾーンが出られるわけですね。その意味でバットは必ずトップの位置から振り出しは寝てこなきゃいけないんですね。立ってこうなるの、寝かしてこうなるので、ここで打つわけですから、立つということはバットのヘッドの移動距離が短いわけですね。ここからこうなるわけです。必ずバットは立って打ちに行くことは不可能です。寝かせることによってバットをここからここまで、そうするとバットのヘッドがうまく使える、ヘッドスピードによってボールが飛ばせるという、ここからいくか、ここからいくかによってパワーが生まれてきます。そういったことの形を作るドリルです。構えてトップで寝かして、構えて寝かして連続してあります。こんなイメージですね。これは長ければ長いほどいいです。また長ければ長いほどごまかしが効けませんから、一目瞭然で自分ができてるかできてないかのチェックをしてみてください。今高めに設定してありますけど、低いボールを打つよりは高いボールを打つことによってより一層レベルに、あるいはこういう、まあ、バットを使って、それがなければ目の前でカバー、
持って決めます。こういうイメージですね。こうではなし、こういうイメージ。バックスイング、インパクト、フォローショーで、最終的には自分の目の前でウェイトができるように持ち上げます。すべて膝、腰、肩、肘がすべてレベルに曲がるアドレス、バックスイング、インパクト、フォローショー、それをこういうにしたり、こういうにしたりしない、バランス作りをしてみてください。以上です。 JBS 武蔵から冬のおすすめ練習というところでお伝えしていきたいと思います。まず考え方としては、冬っていうのは、やっぱり自分を見つめ直すというところが一番かなと思います。でバッティングは、その自分のフォームっていう部分と、あとそのピッチャーの相手がいますね。外的な要因、相手のピッチャーの例えば球が速いとか変化球がいいとか、そういう要素をまず取り払うことができますね。自分のフォームに全部意識を向けます。つまり自分の内的な要因にフォーカスを当てて修正していくっていうことが必要というふうに考えています。でそのためには来るボールを打つっていうのは外的な要因ですねっていうのが入ってしまうので、私も冬の練習のおすすめとしてはこのスタンドティーですね、キティを使って練習することをおすすめしています。じゃあどういうふうに使うかっていうことなんですけれども、これはバッティングの JBS 武蔵で考える3つの大きな、バッティング動作ですね。トップ、体重移動、回転、この動作を、しっかり練習してくるっていうことが大切かなというふうに考えています。それぞれ1つずつドリルを紹介していくので、冬の練習として取り入れてやってみてください。1つ目のトップを作る練習なんですけれども、 X タッチングっていう呼んでいる練習ですねをご紹介します。やり方は、後ろの肘と前の膝ですね、ここを1回くっつけます。1ですね、1で、次の2のリズムで、トップをしっかりと作っていきます。で、3のリズムでスイングしていくっていうのがですね。で、一応そのリズム感を作っていくっていうのと、筋肉を1回緩めて、で、伸ばして、で、スイングにつなげていくっていう、その筋肉を使うタイミング、使い方っていうところでも少し意識をして作ってある練習なので、少しやってみてください。はい、このような感じですね。できればあとは遠くに飛ばすっていうことをやっぱり意識した方がいいと思います。近場のネットだとどうしても打球の角度だったりとか打球のスピードだったりとか飛距離っていうものが計測がしなくても分かるとは思います。で、その動作を一つ一つやっていくことによってスピードがどう変化していったのとか、ミートがどれぐらいやりやすくなったとか、飛距離がどれぐらい伸びたかっていうのをやっぱり確認していくっていうことが必要だと思います。なのでトップはトップの練習でいろいろ練習をしてみて、それによって打球がどう変化していったかっていうことが、自分の内的な要因ですね、フォームが良くなったか良くなってないかっていうことの確認する一つの指標になってくると思うので、そこを一つのチェックの指標ですねに使ってもらえればなと思います。やっぱり近い距離でどうしても環境的に打ってしまうというところもあるとは思うんですけれども、グラウンドでやっぱりやるのであればスタンドティーを遠くに飛ばす、近場にネットがない状態でやるということをお勧めしています。次2つ目ですね。2つ目なんですけれども、2つ目は体重移動ですね。で、体重移動は簡単に動作を説明しておくと、トップの状態から、少しこの骨盤ですね、少し横に動きつつ、回転をしていく。視点が後ろ側の股関節から前側の股関節に移動して回転していくっていう流れになってきます。この時に大事なポイントとしては、前足は必ず伸びてきます。で、後ろ足はねじられてきます。伸展と内旋って言うんですけれども、速い回転をするためには前の足っていうのは、曲がってるとどうしても遅いです。なので必ず前の足は伸びて支点の役割になります。で、支点の役割にこの股関節が内旋されてグッグッ、そうすると、横から見るとある程度隙間が小さくなって、前から見ても隙間がほとんどない状態ですねっていうのができてきます。なのでこういう動作をしつつ、スタンドティーを遠くに飛ばしていくというような練習がおすすめしています。おすすめのやり方としてはノーステップからおすすめしています。少し股関節をこう曲げておいて、で、スタートします。で、ここからスイングをしていくんですけども、伸展、伸びる動きとねじる動き、あとはこの股関節がもう曲がってる状態から少しこう、伸びていくっていうか、こう前にこう出ていく動きっていうのが出てくるので、この3ポイントぐらいですねをしっかりと意識されてやるといいかなと思います。
感覚のコツとしては少しこうお腹ですね、おへそとかお腹っていうのを少しこう前にこう突き出すような感じでいくと、しっかりこう股関節の曲がっているところからこうぶつかっていく動き、伸びていく動きっていうのはしっかり使えてくるので、そこを体重移動の練習の一つとしてやられてみてください。ノーステップの状態から、まあ体重移動の部分だけ意識してやっていきます。はい、このような感じですね。でこれも先ほど説明した通り、打球のスピードだったり飛距離がどのように変化していくか、その変化をちゃんと感じ取るということが自分のフォームが良くなってるか良くなってないかというところのチェックになると思うので、忘れずにチェックをしてみてください。次は3つ目ですね、最後なんですけども、最後は回転ですね。で回転は、まあ、どこが回転してかというと、体全体というイメージではなくて、トップができて体重移動が入って、その後こう肩ですね、肩と、まあ、肩甲骨、まあ、あと胸部分ですね、ここの入れ替え動作ですね。前肩が顎の方に寄っていて、今度後ろ肩が顎の方に寄っていますね。肩とバットの距離ですねっていうのは、まあ、うまく動きができるとある程度一定に出てきて、スイングされています。まあ、これはドアスイングになってしまうと、まあ、回転の半径が大きくなってしまって、この体が回転する速度っていうのが遅くなってきます。なのでよく後ろ小さく前大きくっていうふうに言われますけれども、ちょっと専門的な用語を使うと慣性モーメントですね。慣性モーメントを最初は小さくして、で最後はまあ大きく転がってきて、スイング幅を大きくしていくということができてくると、まあ、力をロスせずに回転を上げてくるということができるので、その練習をしていきます。でこの練習は足固定スイングっていう練習ですね、でやっていきます。足固定スイングは、まあ、回転の練習の部分なので、まあ、トップの位置だったり体重移動っていうのは一切使わないです。でこの肩の動きと、まあ、胸の動きですね、上半身の上の方の動きだけで打っていくっていう練習になります。やり方は、まあ、足の幅ですね、まあ、近づければ近づけるほどちょっと難しくなりますけれども、これはもし難しいのであれば少し大きめに開いてやってください。でこのような形でセットをして、まあ、自分のインコース高めぐらいにセッティングします。でこれなぜかということなんですけれども、まあ、回転がですね十分にできると、まあ、バットの芯は一番まあ無駄なく通ってくるので、まあ、インハイにこう出やすくなってきます。これは例えばドアスイングになったりとかしてしまうと、まあ、外側に出たりヘッドが下がったりとかっていうような傾向が出てくるので、まあ、いい回転の動きができると、まあ、必然的にインハイあたりに出てくるというような感じですね。なのでこの状態でセッティングをして、インハイのボールを回転の動きを使って打っていきます。このような感じで練習していきます。これによってですね、足はほとんどもう動かさないので、回転の動きに逆に頼って打っていくというような練習になります。それぞれ JBS 武蔵が考えている3つの大きな枠組みですね、トップ、体重移動、それから回転をするというような枠組みの中で、それぞれの練習をまず個別にしていって、でもちろん最後はですね、自分のフォームで思い切って打っていくんですけれども、それぞれのフェーズというか、どのように変化が起きて、全体を通してまたどのような変化が起きたかということを確認していくということができると思います。でそれをうってつけなのは、やはりスタンドティーで動いてないボールをしっかり打つということがすごく必要なことになると思います。もうどんどんできてきたらですね、もちろん自分のフォームでやるということと、少し動いている球をやっぱり打っていくということが必要になってくるので、それは次の段階として取り入れられるといいかなと思います。他の外的な要因が加わってもできるようにしていくということが、冬にとってですね、必要なことと考えております。じゃあ石井さん、ありがとうございました。やっぱり、長いバットを使うっていうのも、いろんなやっぱり動作がしっかりできないとできないんじゃないかなというふうに考えたんですけど、やっぱりそういうような感じですか。振るという感覚よりは、体操というバランスのいい体操を、長い棒とかバットを使ってやりましょうという、それゆっくり振ることによって自然とその自分の形が兼ね備えている子供たち本来のそのいい能力を引き出しましょうという、練習メニューですかね。なるほどですね。かなりこういろんなことをバランスよく包括した練習になるんじゃないかなというのをちょっと聞いて、ちなみにちょっと一つだけ お聞きしたいんですけども、よく少年野球中学校でも、ボールをその使わないという時期が あったりするんですけど、プロ野球選手は実際その11月ぐらいにこう秋季キャンプ、秋のキャンプがあって、12月、1月で2月キャンプインという感じですね。その12月、1月っていうのは、石井さんどのように過ごされてました？
僕らの時代は日本シリーズが終わったら全くのシーズンオフ、はい、11月の上旬から12月までシーズンオフ、はい、1月入ると、まあ、はっきりその時間は野球のことを忘れます。なるほど、はい、で、まあ、同じようにゴルフやって遊びをするんですけど、はい、年明けて1月入ってくると自主トレっていうのが入ってきて、どん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 野球を締めてくるんですね。そこで改めてまた体を作ってくるんですよ。その時に初めて筋肉痛でまたボロボロになっていくんですけど、はい、でも今の野球選手は休まない。そうですね、そういうふうに聞いたりします、ね、プール行ったり、こう器具使ったり、はいはい、特にこう体のいろんな筋力の細部を勉強して、なんか足りないとこう体のものになってもいいし、チューブを使って、まあ、内旋回線の中を鍛えたり、はいはい、今あの選手たちも結構勉強してますからね、はい、なんか仕事になってるので。そうですね、うん、まあ、野球とはやっぱり普段とは違う動きをしたりとか、うん、まあ、その刺激を受けることによって逆にそれが野球に役立ったりとかっていう。そうですね、あの思うと違うスポーツだとそこでもいいかと思うんですよね。サッカーやったりよくあの、はい、投げ方の悪い人はクロールで、あー、なるほど、クロールで投げ方を打ったり、はい、でバレーボールにアタックを出してスローボール、なるほど、こういう肩の動きとかそうですね、そういった違うスポーツをやることによって何か気づくという、うん、遊びの中で本来持っている人間の素晴らしい能力を、まあ、開花していくようなのが必要かもしれない。なるほどですね、わかりました。まあ、それに加えてこう自分のやっぱり野球の整理整頓というか課題をしっかり見つけて丁寧にやっていくことが、そうですね、ですね、はい、なるほど、わかりました、はい、はい、じゃあ今回の動画は以上となります。石毛さんがですね普段行っております AI 野球教室のリンクをですね概要欄に貼っておきますのでぜひご覧になってください。またスポチューバー TV ですねのコラム、とサイトのリンクも概要欄に貼っておきます。スポチューバ TV はジュニアアスリートの育成に特化したそういったサイトになっておりますのでご覧になってみてください。それでは今回の動画は以上となります。石毛さん、どうもありがとうございました。